平尾のりこです。暑い日が続いていますが、健康管理には十分気をつけてくださいね。ところで健康といえば、静岡県は健康寿命日本一。介護を受けたり病気で寝たきりになったりせずに過ごせる期間が、男性が 71.68 歳、女性が 75.32 歳で、男女総合で見事全国第1位になったんですよ。そこで静岡県では、さらにこの健康寿命を伸ばそうと、市や町と協力して健康マイレージの取り組みを始めました。健康マイレージは、日々の運動や食事などの生活改善に加え、健康診断やスポーツ教室など健康づくりメニューを実践すると特典が受けられる制度なんです。昨年から始まった健康マイレージ、現在ご覧の市や町で実施しています。9月には浜松市で、10月からは伊豆の国市や長泉町でも始まりますよ。それでは藤枝市の健康マイレージの様子を見てみましょう。こちらは市内在住の佐藤さん。まず市役所の窓口で藤枝健康マイレージチャレンジシートを入手。シートはホームページからダウンロードもできますよ。次は目標の設定。5項目のうち、運動や食事については自分で設定。1日1万歩以上歩く。一口30回以上噛んで食べる。これを目標にチャレンジスタート。さあ頑張りましょう。健康診断を受けたりスポーツ教室に参加することでボーナスポイントを加算。4週間以上実施して合計が100ポイント以上貯まると、1年間有効の富士の国健康生き生きカードがもらえます。このカードを協力店に提示するとお店ごとの特典が受けられるんです。協力店はこのマークが目印。健康づくりって毎日のちょっとした心がけでできるもの。皆さんもぜひチャレンジしてみてくださいね。それではまた。